はい、どうもこんにちは、たけるです。たけくらパート36、始めていこうと思います。最初に一つお知らせがあります。実はですね、竹倉のデータがですね、うまく同期されてなくって一度消えちゃったんですよね。なのでバックアップしていたデータから始めることになったんですけれども、それがね、パート34ぐらいのデータだったので、ちょうどね、トラップタワーが作れてなかったんですよね。だからもう一度ね、頑張って作り直しました。だからちょっとね、違う部分とかもありますけれども、そこら辺は温かい目で見守っていただけると嬉しいです。というわけで、こんだけです、お知らせはね。はい、というわけでやっていきましょう。ですね。こっちに行きましょうか。それで、ここを見てみますと、はい。鉄がね、45個しかないっていう、危機的状況になっております。はい。というわけで、今回は採掘場を作っていこうかなと思います。そこでブランチマイニングとかね、できたらいいなと、そういうふうに考えてます。というわけで、早速やっていきましょう。あれ、ちょっと待ってくださいね。今回ですね、採掘場を作るにあたって便利にしたいので、ジェスト付きトロッコ、それを走らせて下で掘ったものを上に輸送するっていう形にしたいんですよね。ジャガイモの時と同じような感じにしたいんですよ。だからネザー水晶を取ってくる必要があります。あったあった。よし、帰りましょう帰りましょう。テキパキとやっていきたいんですけれどもね、ごめんなさいね、準備ができてませんでした。あと、それとでまた風邪をひいちゃいまして。もう、どんだけ風邪ひくんだって話なんですけども。弟がね、ちょうど風邪をひいてて、うつっちゃったんですよね。というわけで、鉄で、1、2、3、4、5、6と。はい、というわけで準備が完了しましたので採掘場を作っていきましょう。あ、夜だね、寝ましょうか。おやすみなさい。はい、おはようございます。今日も元気に行きましょう。ですね、採掘場なんですけれども、実はね、ここにね、ある程度作ってあるんですよ。勝手に作っちゃいました、ある程度ね。で、こうやってどんどん深く進んでいくといった感じです。で、今回はここを広げてトロッコをね、走らせようかなと思ってます。で、ここの天井部分をね、取っていきましょう。邪魔なんでね。よし、OK だね。それじゃあ、まず線路を引きましょうか。線路を敷いていきましょう。
レールが足りないんだよこれまた。もう本当にもう本当準備不足。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 本当準備不足ばっかり。やる気あんのかよってね本当に。こんだけやれば足りるでしょう多分ね。もうちょっと作っとこうか、不安だしね。もうこれ鉄なくなるんじゃないの。もう鉄全部使っちゃおうか、いっそのことね。はい、全部使っちゃいました。トラップタワーはちゃんと建材してますよ。まあ、作り直したんですけどね。いやほんと大変だった。また一から作り直すんですよ、あの大変な作業を繰り返すっていう。いやーまあ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 、できたからいいんですけどね。よし、じゃあ先にここを広げましょうかね。広げるって言ってもね、そんなに広げる必要はないんですけどね。というわけで線路を敷いていきましょうか。よいしょっと。よし、こんな感じで線路は敷けました。こう深さが15だからここでいいか。ではここにホッパーを取り付けます。よいしょ、持ち物がもうちゃんと片付けないといけませんね。でこの上にチェストをつけます。よいしょ、ここにコンパレーターをつけます。でリピーターで延長させてレッドストーンをここまで持ってきます。でここに丸石を置いて最後にトーチと。これでこの中に物が入ったらここで止まる仕組みになってます。で中の物がなくなったらまた発射するという、そういう形の仕組みとなっております。わかりますか、こんな感じです。これが始発駅の作り方ですね。ちなみに参考にさせていただきました。ちなみに参考にさせていただいたサイトさんの URL を概要欄の方に貼っておきますので、そちらからご覧ください。多分そっちの方が分かりやすいんじゃないのかな。うん。はい。じゃあ、続きまして、終着駅を作っていこうかなと思います。よいしょ。終着駅。ミスったー、最悪ー、全部敷き直しー、最悪ー、最悪だー、うわー、もうこんなの最悪、もうほんと最悪。あー、もうなんで水なんて流してんの、ほんとにもう。うわー、これたまらんわー。うわー、マジかー。やらかしたー、うわー、もうめんどくさいわー。ここにですね、ホッパーを付
けたいのでコインチェストを置きます。そしてホッパーをこっち向けに設置します。よいしょ。でこの上にパワードレールを置きまして、でさっきと同じですね、ここにコンパレーターを置いてポンポンポンと、こんな感じで石を置きます。それでここにレッドストーントーチを置きます。それでこの上にレッドストーンをポンと置くと、はい、こんな感じで反応しました。これでこのホッパーの中に何か物が入るとこんな感じで消えて止まってくれます。でホッパーの中のものがなくなると進むんですね。これで自動的にね物を運んでくれる装置が完成しました。これはジャガイモ畑の時もね解説してますので、そちらもぜひ合わせてご覧ください。トロッコを置きますと、おー、いったいった。帰ってくるかな、帰ってきた、まさかの登れないそうか、登れないのか、困ったな。グダグダだね今回もね、もう本当にもう、一旦寝ましょうか、夜だしね。これでどうだ、いけるかな。レッツゴー、よいしょ。お、いけたね、いけたね。オッケー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 。で、帰ってくる？帰ってくるね。はい、完成しました、イエーイ。これで輸送システムは完璧ですね。で、あとはここでブランチマイニングをやっていけば OK ですね。それでザクザク鉄を、ね、見つけていければいいかなと思います。それじゃあ最後に屋根をつけて終わりましょうかね。また足りないよ、もうほんとすいませんね、もう申し訳ない。よいしょ。はい、というわけで、あっあもういつもこうなるよね僕ってね、なんでだろうね本当にね。一色だけ違うじゃんもう本当に、まあここの色はまた後々直しておきますね。まあ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 違和感はありません、うん、ないないって言い張る、はいはい、というわけで、無事採掘場の輸送システムが完成しました。鉄とかね、ダイヤモンドとかいろいろ掘って、さらに充実させていけたらいいなと思います。はい、というわけで今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。以上、たけるでした。バイバーイ。